そうね、試写会に招待されて見に行ってたんですよ。そう、清水崇監督の来年公開予定の映画の牛首村の試写会に行ってたんですよね。で、今日有楽町は何でかっていうと東映本社があるんですよ。で、東映本社があるんで、その東映本社に行ってたっていう、で見させていただいてたっていうのでね。まあ一応俺心霊配信者じゃん、心霊スポットとかやってるんで、まあ前ちょっと言ったけど、犬鳴村、樹海村って言って、心霊配信のシーンがあるんだけど、まあそこの心霊配信の教材として、まあ心霊配信が使われてる使われてないみたいな話をね、お話ししたことがあると思うんだけど、そうノリラジのね。でそれで、まあ、今回まだ公開されてないんですけど、出来上がったこの牛首村の映画をの試写会をね見に行ってたっていうので、ちょっと伏せてたんですけど、まあネタバレをしなければ見たことは OK ということで、内容は一切喋れないんですけどそう、内容は一切喋れないんでね、だまだ公開されてないからね。そう、いや内容はさすがにちょっとネタバレはできないんで、まあ業界関係者の方とか、そうマスコミの方とかっていうところで、まあその中の一人にね混じって見に行ってきました。で試写会っていうもの自体が俺も人生初めてなぐらいで、一番気にしてたのがトイレ行きたくなったらどうしようっていうね。東映本社の中に試写室があるんですけど、もう本当にね映画関係者の方々が働いてるわけですよ。もうすごい人で、そうもう本当にやってんの、仕事してんの。でその一室にあるんですけど、名刺渡して、そう名刺もちゃんと持ってったんで、名前確認するときにお名刺渡して入っていったんですけどね。で関係者の方がこれから上映になりますみたいな、関係者の方々よろしくお願いしますみたいな、関係者みたいな関係者っていう、そうそう、まあ関係者でいいのかなと思った、まあ俺ね、まあ、お誘い受けていきましたけど、関係者かな、でまあ、ね、ネタバレできないんだけど、やっぱさみんな気にするじゃん、どうだったのかなみたいな。でまあ来年公開される牛首村はその村シリーズの第3作になるんですけど、まあ一番最初が犬鳴村で、2作目が樹海村っていう、まあ僕は特に2回目の樹海村をかなり酷評しまして、ボロクソ放送で言いまして、僕はもう清水崇監督大好きなんで、ジオンの頃からね、欠かさず映画館で見てますからまあ言ってもいいだろうってことで、いろいろ言わせていただきましたけども、まあ、今回試写会ですからねまだねそのお金を払って見るという公開されてないですから、まあ、かなり言葉を選ぶかなっていうところではあるんですけど、そうまだまだね、もう何ヶ月もまだ先なんで公開はね、ただまあ、いいところ喋りたいなと思うんですけど、まあ、村シリーズの中ではまあ、犬鳴村、樹海村、牛首村ですけど、ちょっとさなんでこうなんだろう、ああなんだろうって言って、1作目2作目ちょっと首かしげた人も多いかなと思うんですけど、3作の牛首村に関してはかなりそのストーリーの方に凝ってるなっていう印象はあった。だから要するに話が結構分かりやすい、こうしてこうなってこうなるんだなっていう起承転結っていう部分は、まあ見ててもですね、スッと頭に入ってくるなっていうところで、そのホラーってさちょっとね話がよく分かんないホラー映画もたくさんあるじゃん世の中にはね。怖いには怖いんだけど、話は一体何が言いたいのとか、どういう話なのっていうホラーが多いんですけど、そのやっぱり清水崇監督もだんだんその昔のジオンみたいなザ・怖い、めちゃくちゃ怖い、もうホラー全開の映画からもうどん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 この現代風のホラーに変化してきているとは思うんですよ。要するに若者が見やすいようなホラーテイストっていうところで、なので誰が見てもストーリーがこう頭に入ってくるような結構分かりやすい、ストーリーになってるんじゃないかなっていうふうに思います。でやっぱ村シリーズ3作ってことで、その村シリーズ感もまあ、要所要所に、取り込まれているので、なんか今までね見てきた人たちはまあなるほどなっていう感じも受けるんではないかなって思います。はい、そ
それ以上は喋れません。それ以上は なんかね、喋りづらいですからね。まあなんでね、まあ公開されたらね、足運んでね、まあみんなを見てみたらいいんではないかなというふうに思いますけど、まあ俺も公開されたら見に行くんで、まあその時にはしっかりと、話させていただこうかなと思いますけど、まあ今回試写会なんでお試しですからね。緊張しましたよ、なんか。いや、なんかね、たまらんね、映画好きには。ああいう試写室で映画を見るってなんかちょっとこう特別感もあるし、なんかその人数も少ないんですよ。10人からもう、要するに招待された人たちなので人数も少ないんですよ。で今ソーシャルディスタンスなんで席も2席ぐらい開けて映画見るので、その1回のその試写会でも10人か15人ぐらいですから、非常に限られた中でっていうところで、なんかすごい経験にもなったし、良かったなって思いました。あ、映画の時間はねちょっと言えないけど、普通のホラー映画よりはボリュームはあります。はい、短いか長いかって言えばボリュームはあるの方ではないかなって思います。だいたいね、あのホラー映画って短いとさ、本当1時間にちょっと毛が生えたような映画もありますけど、ちょっとボリュームある方だとは思う、俺は。その短いってことはないかな。面白かったよ。そう、途中なんか後ろでなんだろう、ね、どなたかは分かりません。どなたかは分からないんだけど、なんか2席ほどなんか席がね確保されてたのよ。あの関係者専用席みたいな、なんか2席ほど確保されてて、なんかそこになんかちょっとこうお偉い目の方が座ってたんだけど、ちょっとさ、首後ろにやって見るわけにはいかなかったけど、途中なんか鼻いびきみたいな音がゴーって聞こえたんで、寝てんのかなと思って、そう、あれ起きてるか寝てるかどっちだろうなと思って、そう、だけど後ろ振り返るわけにいかないんで、他の人と目が合うからね。だけど音だけ聞いてたら、だから鼻いびきみたいな音がしたんで、途中なんか寝てんじゃねえのかなと思って、なんか最初からね眠そうだったんだよ、その方。お疲れなのか。そうで、試写会が終わった後、トイレでその方と隣同士でばったり会ったんだけど、おしっこしながら寝てたもん。そう、ズボン下げて、みたいな。お偉いさんは、あんま作品に興味がなかったのかなとかって思いながらも、そう、スポンサー、わかんない。どんな人かわからないけど、関係者の方っていうふうに書いてあったんで、なんかね、お年を召した方でしたけどね。でも、試写会の映画で良かった点が一つあって、要するに予告がない。もういきなり本編バンってくるわけじゃん。みんなが映画館で公開されると、その本編の映画の前に予告があるじゃん。だけど予告が一切ないよ。バンっていきなり始まるから、なんかね、良かった。ちなみに監督はいません、監督は。試写会なので。よくみんながイメージする、その、試写会、なんかその、舞台挨拶みたいな、タレントさんとか演者の人とか監督みたいなのは、またあれは別だよね。ああいうのも来年とかあるのかもしれないけど、今回はそんなじゃなくて、本当にもう出来たてほやほやの作品を本当関係者の方々にお見せするっていう貴重な場面なわけですよ。だから多分今日着席されてた方々は多分本当に映画関係の方々だと思います。顔とかは全然知らないけど、どこに心霊スポット配信者石川紀之っていうね、全然よくわかんないんですけど、いていいのかなっていうところだけど、間違い。いや、だけどホラー映画ってさ、なんか本当にあった話とか言いながらフィクションだったり、まあ言ってフィクションじゃないですか、基本作品だけど、ノリラジには怖い話をいっぱい持ってんだよね。そう、三重県のさ、トンネル以降ね、箱根さんが失踪した事件とかさ、ああいうのとか、なんか映画に起こせないのかなと思って、めっちゃ怖い話持ってるわけよ、俺って。いっぱいこのさ、10年以上の配信の中で心霊体験っていっぱいしてきたの。これマジな話じゃん、フィクションではなくて。心霊スポット、全国のさ、意味嫌われてるような意味地みたいなところに行って、そういうことを体験してるから、なんかないのかなと思ってね。だからストーリーは持ってんだよね、ストーリーは。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。
お疲れ様でした。 Thank you! です。